アシエル・デル・オルノコ・コスガヤは、スペイン王国バスク自治州ビスカヤ県、バラカルド出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは DF。10歳で、アスレティック・ビルバオの下部組織でアルレ様に加入。育成プログラムを受けた後、チェチュロホーにトップチームへと引き上げられ、2000年9月9日のデポルティーボ・ボラ・コルーニャ戦でプリメイラ・ディビシオンデビューを果たす。その後は、 サンティアゴ・エスケード、ホセバ・エチェベリアラと共にチームを牽引する存在になり、2005年に FC ・バルセロナ、レアル・マドリードとの熾烈な争奪戦を制した、チェルシー・ FC に加入した。この時の移籍金は約16億円と言われている。2006から2007シーズンからバレンシア・ CF へ移籍してプレー。しかし、アキレス腱の怪我に悩まされほとんど出場できなかった。 2007年8月、フルスであるアスレティックビルバオへの期限付き移籍が決まった。300万ユーロでの買取オプション付きで、出場時愛数によっては200万ユーロが上乗せされる。また、デルオルノのバレンシア戦の出場は認められなかった。結局、買取オプションは行使されず、2008から2009シーズンからバレンシア CF へ復帰することになった。 2010年1月、レアル・バラドリードへ、レンタル移籍。2010から2011シーズンは、レバンテ UD に、レンタル移籍した。スペイン代表として2004年9月3日、スコットランド戦でデビュー。以後、活躍が認められて定着。アントニオ・ロペスとレギュラーを争った。ありがとうございます。